シバリク級フリゲートはインド海軍のフリゲートの環球。インド海軍での計画番号は17型。インド海軍では1992年から1993年にかけてコドッグ指揮官を備えるとともに最新技術を導入した汎用フリゲートを計画していた。当初は比較的保守的に16型の指揮官を ガスタービン化した設計が検討されていたが、後には完全に新規設計されたステルス艦が施行されるようになった。コンセプト開発は1993年より開始され、1994年にはインド海軍司令部に対して設計案が提示された。間もなく承認が下され、ガスタービンフリゲート研究班が編成された。計画名は当初は フリゲート2000、間もなく、フリゲート2001、最終的に、プロジェクト17となった。基本設計は1994年のうちに着手され、1995年より、オランダ海事研究所で行われた、模型選手権により、その妥当性が裏付けられた。また、ステルス管化が施行されたため、レーダー反射弾面積や赤外線シグネチャー、 水中放射雑音の低減に関する研究も並行して進められていたが、これらの成果も1997年には船体設計に統合された。1998年1月、内閣国防委員会はプロジェクト17に基づくフリゲート3隻の建造を認可した。これによって建造されたのが本級である。外見上は ロシアから購入して運用していた1135.6型の船体を延長したように見えるが、実際の設計作業は本級の方が先行している。むしろ、インド海軍が求めるコンセプトに適合化するため、ロシア側が本級のコンセプト設計を参考にした結果として類似した設計に修練したともされる。また、 同型の設計を担当した、ロシアのセーベルの家計画設計局や、フランスの DCNS 社の協力を得たとも言われている。上記の通り、本級では、全面的なステルス感化が施行されており、レーダー反射断面積や赤外線シグネチャー、水中放射雑音と、すべてのスペクトラムにわたって、シグネチャーの低減が図られている。このうち、 RCS の提言については、ドイツのヤブグ社の協力を得たと言われている。なお選出としては、当初は、イギリス製の公庁力工が予定されていたが、後に、ロシア製の D-40S 超室の公庁力工に変更された。指揮官は、コドッグ方式を採用している。巡航機としては、セント・ピルスティク 16PA6、STC ディーゼルエンジンを採用しており、 また2番艦以降では、インド国内でのライセンス生産機に切り替えられた。加速機は、アメリカ製の LM2500 ガスタービニエンジンである。電源は、タルアーキュート、同構成で、バルチラカミンズ GTA50G3、ディーゼルエンジンを原動機とする発電機4機を、搭載しており、総出力3 2 0 0ットを確保した。 艦の戦闘システムの中核となるのが CMS-17 戦術情報処理装置である。これはエイズドン1 7艦内データネットワークを介して連接された分散システムであり、またベルリンク2や衛星通信装置もネットワークに連接されている。本級ではシチーリー用にはフレガート M2EM、バラク用には L, M-2238 スタート2機種の3次元レーダーを搭載している。また、艦隊艦ミサイルの測定用を兼ねた、大水上捜索レーダーとして、ガルプン E も搭載された。ソナーとしては、タルワーアー級などの搭載機の改良型であるハムサ、NG を、バウドームに収容して搭載した。またルファッツエコ光ソナーのライセンス生産機を、 搭載しているという説もある。シチーリー艦隊防空ミサイルシステムの搭載はタルワー級と同様で構成も同様にミサイル単装発射機1機と火機管制レーダー4機とされている。一方、近接防空用としてはタルワー級の前機型で搭載されたカシュタン複合 CIWS の性能が不十分であったことから本級ではバラク間防空ミサイルと AK-630M30mm ガトリング砲を組み合わせて搭載している。対戦兵器は、デリー級やタルワー級など、ロシア系の艦で採用されてきたルブ -6012 連装対戦ロケット砲とブラマプトラ級など、イギリス系の艦で採用されてきた3連装単魚雷、発射艦を閉載している。ただし魚雷発射艦は、 未搭載で収益したという説もある。艦隊艦ミサイルは、タルアー級の前期立て増艦と、同様、ロシア製の 3M-54E、e、クラブ N を8連装の VLS に収容して、搭載する。なお艦砲は、ブラマプトラ級などと、同系列の 76mm 単装速射砲だが、本級では、ステルス化されたシールドを採用した。放射撃式装置としては、 バラート社の叱りのほか、電子工学式の EON-51 も搭載される。本級は、大型ヘリコプター2機を運用することができる。その機種は、シーキング、または、インド国産の HAL ドゥルーブである。当初計画では、本級は2005年より収益を開始する予定であった。しかし、蒸気のような船出変更、その高調力項を含めた物資や、 装備の調達遅延やシステムインテグレートの困難のために実際の収益は2010年まで遅れることとなった。ウィキメディアコモンズには縛りク級フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。